定第3、諸案の報告を行います。はじめに三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会、運営委員会について報告の申し出がありますので、これを許します。5番、鈴木正人議員。皆さんおはようございます。5番鈴木正人です。それでは私から去る10月4日に三島市役所にて開催されました三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会運営委員会につきましてご報告申し上げます。豊岡会長の挨拶の後、議事が進行され、翌10月5日の電算センター協議会に提出される議案についての報告説明がなされました。提出議案は、3市基幹業務システムのクラウド化についてで、概要としましては、現在3市で共同電算処理を実施している住民登録、税、国民健康保険、福祉系業務などの基幹業務システムの平成31年度契約満了に合わせて、次期システムの運用をクラウド化するため、クラウド化導入計画を策定し、さらなるシステムの安定稼働と、市民サービスの向上を図るためのものです。ここでいうクラウドとは、クラウドコンピューティングのことで、インターネットを経由して、ソフトウェア、ハードウェア、データベース、サーバーなどの各種資源を利用するサービスの総称で、一般的にはそれぞれの団体、自治体が個別にソフトウェアおよびハードウェアを調達・運用する形態から、複数の団体、自治体で、民間データセンターが提供するソフトウェアおよびハードウェアを利用し、基幹系システムなどを共同運用する形態に移行することであります。国においては、平成21年に総務省において、官民問わずクラウドコンピューティング時代のデータセンターの活用についての検討がなされ、自治体ではその導入について調査研究がされてきており、自治体クラウドは、地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代わって、外部のデータセンターで保有・管理し、通信回線を経由し利用できるようにする取り組みで、複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を進めることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るものとしています。また、平成29年6月に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針2017や、同じく平成29年5月に閣議決定された世界最先端 IT 国家創造宣言官民データ活用推進基本計画において、地方公共団体はクラウド導入等の計画を策定し、国はその進捗を管理することとし、総務省では地方公共団体がクラウド化導入に向けた具体的な検討を進めていくために、地方公共団体におけるクラウド導入に係るロードマップを策定し、推進しているところであります。さらに、平成28年12月に成立した官民データ活用推進基本法において、地方公共団体におけるクラウドの導入も基本的施策の一つとされ、クラウド導入等計画については、市の官民データ活用推進基本計画の一部として位置づけるように求められています。県においても、県経営管理部 ICT 推進局 ICT 政策課が中心となって、平成29年度には、行政経営研究会クラウド等 ICT の利活用部会を開催し、県下の基幹業務システムのクラウド化を推進しています。こうした国県の自治体クラウドの推進がされる中、三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センターも、現行の基幹業務システムが、平成15年度にそれまでの大型コンピューターを使った汎用システムからオープン系システムに運用を変更したときに導入し、最新技術の導入と機能の充実のため、平成26年度に現在のシステムに移行したもので、各業務のシステム化とともに、その運用は単に業務を効率化するだけでなく、災害時の情報システム業務の継続性や国の推進する地方公共団体のクラウド化などが求められており、平成31年度に更新を迎える現在の基幹業務システムのクラウド化について検討する必要性が出てきました。クラウド化の導入の検討にあたり、今年6月8日に3市の情報システム担当課職員を委員とする検討部会が設置され、次期システムの選定については、
1、各市が SARA 等の資産を所有せず、サービスを提供できるシステムであること。2、データ移行費など多額な経費をかけずに、できる限り現行の運営費に同等程度であること。3、業務効率や市民サービスの低下を招かないことの3つのポイントを考慮し、4回にわたる検討部会にて様々な検討がなされました。主なものとして、クラウド化の移行に伴う効果と課題の整理、3市職員の現行機関業務システムのユーザー満足度調査、県内他市のクラウド化及び機関業務システムに関する調査、現行システムのクラウド化にかかる運営経費の試算などで、県内23市のクラウド導入状況は、2017年、平成29年以前に導入済みは6市、2018年は焼津市の1市、2019年、平成31年は三島市、伊豆市、伊豆の国市、島田市の4市であり、残る12市も2023年度までには導入する予定だそうです。また、人口規模別の住民1人当たりの運用経費は、三島市、伊豆市、伊豆の国市とも、県内の同一規模の市に比べて安くなっているそうです。現行の基幹業務システムをクラウド化した場合の運営経費も、機器の調達や保守などの資産投資が不要であるため、現行に比べて3市で合わせて800万円、伊豆市分は200万円の経費削減が見込まれるとのことです。次期基幹業務システムの選定にあたっては、現行の株式会社 SBS 情報システムのシステムに特段の不具合がないこと、現行システムを別のシステムに変更することに伴う高額な移行費用や担当職員の労力をかけるメリットもないこと、各市のマシン室のサーバー等の機器が削減でき、システム担当者の負担の軽減に資すること、データセンターは堅牢なセキュリティとファシリティが確保され、災害時でも業務が継続できること、運用経費は他市と比較して適正なシステム経費であること、常駐員による迅速な保守対応など、現行の運用支援を継続できることなどを理由として検討した結果、次期基幹業務システムは、現行システムをクラウドのシステムとしてサービスの提供を受ける形態で更新するものとし、本年2018年11月にキックオフ、2019年10月よりクラウド化に移行する計画としました。また、次期システム更新以降のシステムの更新、つまり2024年度以降の方向性については、地域情報プラットフォームに準拠していないシステムの見直し、各市にサーバーが残っているシステムのクラウド化、国際標準化された約6万文字のフォント採用、事務手順の見直し等を調査研究して標準化を進め、さらなる経費削減に努めることとしました。以上、事務局からの報告・説明があり、協議会への議案の上程が承認されました。以上で報告を終わります。次に、伊豆市、伊豆の国市、廃棄物処理組合、施設組合、臨時会について、報告の申し出がありますので、これを許します。14番、杉山誠議員。皆さん、おはようございます。14番、杉山誠です。過日、伊豆の国市で開催されました平成30年第2回伊豆市、伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会臨時会の報告をさせていただきます。本組合議会は平成30年10月23日、伊豆の国市役所長岡庁舎2階議場において、伊豆市4名、伊豆の国市4名の組合議員及び管理者である伊豆の国市長、副管理者である伊豆市長、並びに関係職員出席のもと開催されました。本会議では、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、議案第7号平成30年30年度、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計補正予算第3回が議題とされました。本議案は、平成30年5月9日開催の組合議会臨時会での補正予算
議案の否決を受け、債務負担行為限度額を減額し、補正予算第3回として上程されたものであります。補正予算の内容としましては、伊豆市、伊豆の国市、新ごみ処理施設整備運営事業について、入札公告を行うため、平成31年度から平成54年度までの24年間の期間で、206億6736万円を限度額とし、債務負担行為を設定するものであります。質疑通告に基づき、真野緑議員、秦野康明議員、笹原恵子議員、田中正夫議員、西島伸也議員からそれぞれ質疑がありました。質疑の後の討論では、賛成、反対、それぞれ2名の議員が討論を行い、採決の結果、賛成5、反対2の賛成多数で本議案は可決されました。以上で平成30年第2回伊豆市、伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会臨時会の報告を終わります。